ツイートするシェアする4月18日に放送されたダウンタウン DX 日本テレビ系に青山テルマがゲスト出演。来年が目標という結婚願望を打ち明ける場面があった。マネジャーによると早く結婚してがもっと地下の口癖だという青山。浜田雅俊から結婚の時気について尋ねられると、青山はオリンピックドンテルマ結婚ドンバンみたいな感じでショーと笑いながら、2020年のゴールインを目指していることを明かした。その後自宅のロケ VTR では今年から弁今日を始めたという料理の腕前を披露。プライベートでも交流のある宮川大輔が青山の部屋を訪れ、青山はレシピのメモを片手に宮川に手料理を振る舞うことに。チキン南蛮とバターチキンカレーが出来上がるとほんま美味しい、お店みたい、結婚相手の胃袋つかめると思うと、その味に太鼓判を押す宮川。しかし完成までに2時間もかかった待ち時間について宮川は腹立ってましたよ、最後の方と本音をぶちまけていた。放送後の SNS 上では盛り付けも綺麗で本当に美味しそうだった。料理を習いたての頃は時間がかかっちゃうのは仕方ないでしょ、宮川さんも言ってたけど胃袋をつかむのは大事などのメッセージが書き込まれていた。次回のダウンタウン DX は4月25日木曜日放送予定。